こんにちは方程式チューバーです今お見せしている数学さんの複素数平面の問題今から3分以内に回答をされてみてくださいまず問題をお読みいたします方程式3絶対値 z プラス i イコール絶対値 z マイナス 3i を満たす点 z の全体はどのような図形を描くかさてこれから3分以内に回答です頑張ってくださいそれでは解説です このような問題っていうのは実は両辺を二乗してこのような形を持ち込むわけつまり絶対値 α の二乗というのは α と α バーの積に直せるよっていうことがこの複素数平面の大事なポイントなわけですよまずこれを実行することそしてもう一つは最終的にはこの形を作ること絶対値の z-p=r という形を作ることができればこれが意味するものは 点 z の全体は中心が点 p 中心が点 p で半径が r の円になるからねってことが言えてるわけですよねこれをまず利用するようにしましょうそれでは具体的に回答してみましょうまず 3zz プラスの i と 絶対値 Z-3i 両辺を二乗しましまょうすると3は9になりますよねこちらの絶対値は絶対値の2乗だイコールこちらも絶対値の2乗だここで絶対値の2乗が出てきたから何をするのかこれをやるんですよね絶対値 α の2乗は α と α バーの積になるよねつまりここは z プラス i と z プラス i のバーねそれの積に変わるこちら側も z マイナス3 i と z マイナス3 i のバーの積に変わるんだということですよではこれ動かしますよ よろししいいいでででょうかかここまででいいかなするとどうなるのかするとまずこちらの z プラス i のバーというのは z バーは z バーねプラス i バーになるわけ i バーっていうのはマイナス i のことを言ってるから協約で考えましょうそして同様にこの z マイナス 3i の全体のバーねこれは z バーマイナス 3i のバーこれはマイナス 3i のバーは 3i になりますよねということでまず 9括弧 z プラスの i 括弧閉じの括弧 z バーマイナスの i イコール括弧 z マイナス 3i 括弧閉じで括弧 z バープラスの 3i という形が出てきます。そしてこの式を計算してあげるんだけれども、とりあえずさ左辺は左辺で計算しよう。するとこういう形が出てくる。まあ実際にはね、これ括弧外していけばいいわけだから z と z バーだよね。かけるね、z とマイナス i ね。そして i と z バーね、i とマイナス i かけてマイナス i の二乗だよね。まとめたのがこちら。 同様に右辺の方もまとめたのがこちらになるんだけど見えないよね動かしましょうするとこの右辺の方はまとめてあげるとこのような形が出てきます zz z バープラス 3iz-3i マイナスの z バープラスの9になります左辺と右辺がイコールなわけだから、えー、まずこの式を一つにしてあげましょうそして計算ですよろしいでしょうか動かしますよするとどうなるのかここまででいいかなえー、すると 移行してあげて、計算をまとめてあげると、8zz バー -12iz プラス 12iz バーイコール0になるわけですよ。で、両辺を8で割る。そうすると、zz バー分の -3iz プラス 3iz バーイコール0が出てきます、まあ。この後何をするのか、ちょっと動かしますよ。この後やることは、こんなことをやるわけですよね。よろしいでしょうか。 このあと z と z バーマイナス2分の 3iz プラス2分の 3iz バーというこの左辺を括弧でね因数分解してあげるわけねそうするとさまず z と z バーが掛け算だから分けなきゃダメじゃないで何がこの黄色いところに来るのかってことですよマイナス2分の 3iz になってるから z と掛け算するここに入るのはこの緑のマイナス2分の 3i が入らないといけないよねそして後半部分見て ここのところは2分の 3i z バーになってるから z バーと掛け算するのはここの前に入るのはこの青いマーカーで塗った2分の 3i が入るよね。そうしてあげれば実はこちらのやつは因数分解形的にはできるんだけど内緒で展開するとどうなるかっていうと z と z バーかけるとこれでしょ ?z とこの緑のス2分の 3i かけるとこうなるよね。 そして次に今度は2分の 3i とと z バーをかけるるこうなるよね。最後に2分の 3i とマイナス1分の 3i かけるとマイナスの4分の 9i の2乗じゃん。これってプラスの4分の9なんだけどこの上の式にはプラスの4分の9なんてないわけ。つまりこの上に書いてある z z バー、マイナス分の 3i、z プラス2分の3 i z バー、イコールゼ0の形をこれを全く変えないで式変形しなきゃいけないから。 かっこで作ってあげたんん。だけれども、ゴミが出るじゃん4分の9っていうゴミがだからこれを引いてあげてるわけこれが大きなポイントです大丈夫かなここ分かってくれるかなするとここまでくれば大切なことは何かというとピンクのアンダーのマーカーを引いたところねここのさ部分をさ全体のほらバーにしてあげるのよそうするとマイナス2分の 3i ってさバーをつけるんだったらプラスにしてあげればいいじゃんつまりこの z バーマイナス2分の 3i っていうのは Z プラス2分ののバーってできるわけするとこの形この左辺っていうのはここをよく見て αα バーっていうのは実は α の絶対値の2乗って式を形を変えることができる性質があったわけだからこの部分はどうなるのかっていうとこの部分こうですよ、えー、絶対値の z プラス2分の 3i の2乗にできるわけじゃないイコール4分の9は2分の3の2乗だということで従って これ二乗二乗になってるから絶対値ののの Z ママイイイナナススコ分分 3I ールになります従ってこれ答えどういうふうに表現してあげればいいかというとよって点 z の全体は点ここだねマイナス2分の 3i を中心とする半径2分の3の円になるということがわかりますよろしいでしょうかお疲れ様でしたこれで解説を終了いたします受験勉強を頑張られてください